今日は埼玉県深谷市にある渋沢栄一記念館にやってきました。今日はせっかくだから深谷市でゆかりのあるルートを少しでも回れたらと思います。それでは早速行ってみましょう。さーて、今週の米沢さんは？米です。今日は時間が取れたので渋沢栄一巡りをしたいと思います。じゃんけんぽん、うふふ。まずはじめにやってきたのは、2021年大河ドラマの主人公である渋沢栄一の出身地、深谷市にある渋沢栄一記念館です。今日はこの論語の里ルートをめぐり、この順番で回っていくことにします。制限時間は3時間です。他にも行きたいスポットが盛りだくさんですが、今日は第1回ということで主要スポットを押さえていくことにしました。この渋沢栄一記念館では、渋沢栄一の肉声が聞けたり、渋沢栄一関連の映像の視聴をすることができます。資料室の中は撮影が禁止となっているため、撮影可能なフォトスポット、渋沢栄一アンドロイドの講義の模様をお楽しみください。やっほー。記念館の北側には渋沢栄一の銅像が飾られています。なんで外を見てるか聞いてみたら、赤城山やこの埼玉の風景を見せてあげたいからだそうですよ。皆さんも風景を見てください。2階には渋沢栄一アンドロイドがあり、一緒に写真撮影をすることができます。1階の受付の横には渋沢栄一関連のお土産や地元深谷市の名産品、地酒、他にも関連グッズなど地元が盛り上がっている様子をお土産から見ることができます。私が特になめるように見つめてしまったのが深谷市の地酒。なんと深谷には3つも日本酒の蔵元があるんです。他にも二宝刀や地元特産品の深谷ネギ、さまざまな形で地元を PR されてました。もしもお土産をまとめて買うのなら、道の駅岡部がいいかもしれません。新鮮な野菜はもちろん、地元に絡んだお土産がたくさん並んでいます。続いて訪れたのは小高惇忠生家。渋沢栄一記念館より徒歩およそ12分。この日は外観のみの見学となりました。小高惇忠は渋沢栄一のいとこであり、有名な富岡製糸場の初代場長を務めた人でもあります。渋沢栄一記念館を背に徒歩で15分ぐらい歩いてきました。今度は中んちと諏訪神社の方に行きます。外カメラでドーン。歩いてくると目の前に血洗島諏訪神社と書いてあるので割と分かりやすかったです。こっちを左に行きます。でこっち右側に行くと中んち、いっぱい駐車場もあるので安心ですね。先に諏訪神社の方行ってみましょう。天気がいいか歩いてて気持ちいい。ネギ農家さんだ。
埼玉県深谷市は深谷ネギがとっても有名で、キャラクターもふっかちゃんという、よろしくお願いしますではなく、よろしくおネギしますというとってもキュートなキャラクターがいます。 SNS も活発なので、ぜひふっかちゃんもフォローしてみてください。歩いて見えてきました、千原井島、諏訪神社と書いてます。せっかくですからお参りしてきましょう。現在の諏訪神社の拝殿は、大正5年に渋沢栄一の喜寿を記念して造営・寄進したものです。秋になると獅子舞の奉納が行われます。ドラマのシーンを思い出す方も多いのではないでしょうか。お参りしたのでやってきましょう。入ってすぐ左には、若き日の渋沢栄一の像があります。中では、ボランティアスタッフの方が、当時の背景や情勢、施設内の建物の特徴などを丁寧に説明してくださいました。屋根に、煙出しと呼ばれる、天窓のある典型的な養蚕農家の形を残しています。昭和60年より学校施設として使用され、多くの外国人留学生が学びました。民家と同じぐらい立派な土蔵、右側が藍玉の製造と貯蔵に使われ、
左側は米蔵だったそうです。奥に歩いていくと三基の碑がありました。これはもともと栄一が眠る谷中霊園にあったものだそうですが、渋沢家墓所の整理縮小にあたり子孫の方より寄贈されたものだそうです。奥の十畳の部屋は栄一が帰郷した際寝泊まりするために念入りに作らせたと伝えられています。お腹が空いたので煮ぼうとうを食べて帰りましょう。深谷市の郷土料理で小麦を使った幅広の生麺を地元特産の深谷ネギや地場野菜とともに煮込んだ醤油味の冬の定番メニューです。お店のメニューは2種類で、待っている間にメニューの裏に血洗島の名前の由来がわかる読み物がありました。滝沢酒造さんにやってきました。こちらです。深谷市はレンガ作りでおなじみですね。早速行ってみましょう。最後にやってきたのは菊泉の銘柄で知られる創業154年の滝沢酒造。手作りの伝統的な製法を守り続けながら、新たな取り組みにもチャレンジする蔵元です。日本酒ファンの裾野拡大を考え、新たな酒造りをしている滝沢酒造。その成果がシャンパン製法を応用して作られた透明なスパークリング日本酒、発泡性純米酒菊泉一筋です。埼玉の酒米酒武蔵や500万石を使用した一筋は、今日本酒市場で注目を集めている一品となっています。今後はシャンパンと肩を並べられるような、よりクリアーでガス圧の高い新しい発泡性純米酒の開発を目指しているそうです。というわけで買ってきましたね。今12月にできたものということで、こちらでは搾りたて生を買ってみました。蔵元さんで買えるのってちょっと嬉しい気がしますね。ぜひ皆さんも飲んで埼玉。
滝沢酒造株式会社へはタクシーやバス、コミュニティバスなどで向かうことができます。詳しくはホームページなどでご確認ください。滝沢酒造では酒蔵見学を開催しています。現在は新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止となっておりますので、詳しくは滝沢酒造ホームページをご確認ください。酒蔵見学はできないけど、せっかくだから蔵元の周りをぐるっと一周して今日は帰ろうと思います。およそ20メートルの高さを誇る煙突、そして蔵元の周りにあるレンガ造りの壁は明治時代、当時この蔵元の近くにレンガ会社があったそうです。皆さんは埼玉県に日本酒の蔵元が35箇所、ワインやウイスキーなどの酒造りの場を集めると48箇所になるのを知っていましたか？おすすめの冊子があるので、こちらも合わせて読んでみてください。私は埼玉県西部地域の出身なんですが、なんと埼玉県小川町の松岡醸造さんの松岡専務と、こちらの滝沢酒造の社長滝沢さんはなんと親戚とのこと。小川町の三門松松岡醸造の専務松岡さんもとってもイケメンですし、こちらの滝沢酒造さんの社長の滝沢さんもすんごくイケメンです。イケメンで親戚、やっぱりそうなんだと少し感動してしまいました。というわけで、憧れだった滝沢酒造さんのところにやってきました。かっこいいレンガ作り。滝沢さん家だとインターネットのクランドさんとだとレンガ作りさんの、ね、お酒を出したりしてるので、ネットでも買ってみてください。私は甘いのが好きなので淡雪がおすすめです。ふっかちゃんのねカップも可愛いので買ってみてください。すごいおしゃれ、写真が映えますよ。ぜひ皆さんも来てください。